はい、どうもバボちゃんです。はい、今日はですね、本気ワントーナメントエンジョイ B ブロックの1回戦ということで、マーベラス対ウィスパーズさんの試合をお届けします。はい、マーベラスオーダーです。1番センター無限、2番セカンドユヤ、3番ショート僕です。で、4番がレフトウッチ、5番がキャッチャーリキネ、6番がサードヤマト、7番が DH 領事ですね。で、8番がファーストカズマサ、9番がライトシューターで、ピッチャーがユイリということですね。まあ、エンジョイの試合はね、女子のユイリと、リンリンで投げるということでね、やらせてもらってます。カバーし合って、さあ試合前のエンジンです。役割しっかりできるよ、頑張っていきましょう、いいですか。はい、シャキが入ってるか。はい、シャキが、はい、サイバー。はい、さあ声出し隊長のね、無限がしっかりエンジンで気合を入れてくれたということでね、やっていきましょう。さあここからね、もうだいぶちょっと暑くなり始めてる時期の試合でした。ちょっとね、2ヶ月前ぐらいの試合になるんですけど、はい、1回表です。さあマーベラスが先行ですね。さあ1番無限、これね、あのソフトボールみたいな走り打ちね、ちょっとマスターしつつあるんですよ。これがサードの内野安打で、しかも送球ミスを誘って、ランナー二塁へね、一番いい形でね、ランナーを得点圏まで持っていきます。さあここで2番ユーヤ、これがね見逃し三振ということで、いい球でしたね。ここはさあ3番の僕です。これね、ちょうど MM23 が購入したところやったんかな、ところでちょっと MM23 使い慣れてないのに、ちょっと公式戦でねバンバン使っていくということでね、使ってるんですけど、なかなかうまいこと言ってません。で4番ウッチーですね。4番に抜擢して、レフト前ヒットを打って、無限が1本で帰ってくるんですが、これレフトの方のね、このバッケンでしたね。はい、1回裏です。先発はね有利です。さあまずね、注目の立ち上がりなんですけど、まあ入りはいいですね。でちょっとセンターカメラがどんどん上に上がっていってたみたいで、こう最後の方なんか膝のところぐらいまで行ってるんですけど、見にくいですけど、すいません。そんな感じで やっていきます。でまず先頭バッターにね、センター前ヒットということで、いきなりランナーを出してしまう形になるんですが、この後ねしっかり抑えます。まずセカンドフライでワンアウトですね。で次これが、これね結構飛んでいくんですよ。でもこれね、シューター、ライトシューターの大ファインプレーで、なんとかねライトオーバーにならずに、そしてこれが一塁ランナーが飛び出してたんで、ダブルプレーで3アウトと、このプレーめちゃめちゃ大きかったですね。これはナイスプレーでした。さあこのナイスプレーの後、2回表しっかり点を取りたいマーベラス。まず先頭のリキネですね。これナイスバッティング、いいですね。レフト前ヒットです。さあここで6番ヤマト、きっちり送って、これで、ワンアウト二塁ですね。さあ7番領事です。これいい変化やったね、外にね。で8番カズマサ、カズマサはね本来ピッチャーなんで、なかなか今エンジョイの試合は絶対カズマサ投げたらあかんのでね、パワーボールです。さあ9番、先ほどファインプレーのシュートなんですけど、
ャッチャーフライということで3アウトです。さあ2回裏、はい、これがまずファーストフライ、あ、ピッチャーフライか、ピッチャーフライでワンアウト。みんなこっち側、右バッターこっち側にフライ打ち上げてますね。これがファーストフライで2アウトですね。逆方向にこう打ち切れてないというかね。これは綺麗に打たれましたね。これナイスバッティングですね。ちょっと高かったかな。でまあセンターフライ、2アウトからねセンター前フィットで出塁を許します。でこれも完全に打ち取った当たりですね。セカンドフライで3アウトと。で3回表、まあね、このそろそろねちょっとマーベラスとしては点が欲しいところなんで、まず先頭の無限出れるか。まずねフォアボール選びます。もうね点が欲しいんで。でここでエンドランですね。いやーこれもね相手のセカンドの方も早かったね。あれちょっとでももたついとったらセーフやったんですけどね。でまた得点圏にランナー置いて僕なんですけど、これがねーサードフライという形で2アウトランナー2塁、そして4番ウッチーですね。これが引っ掛けた形になっちゃいます。でサードゴロで3アウトと。なかなかね得点圏にランナーを置くんですけども点が入らないという状況でね、3回裏ちょっとね有利にはもうちょっと踏ん張ってもらいたいところです。でこれがセンター前ヒットでまずランナー一塁でね、もうこの1点勝負なんで向こうもね送ってきます。でここ有利がしっかり、送球ですね、してワンアウト二塁と。でここでねピンチ迎えるんですけど、ワンアウト1・3塁とね。さあ有利踏ん張れるか。でこれで、ツーアウトですね。ショートフライ、でここフォアボール。まあこれね攻めのピッチングやったんでよかったかなと、インコースに。で2アウト満塁でこの球ですよ。このセカンドフライ、さすがのセンスマンのこの守備範囲ですね。セカンドフライです。3アウトと。いやこの回大きかったですね。有利を踏ん張りましたね。やっぱりね有利がこんだけ踏ん張ってくれてるんでね、こっからしっかり点を取りたいところ。さあ力根から、このねアウトコースのスライダーね、多分右バッター結構打ちにくかったと思うんですよ。相手ピッチャーの方結構身長高かったんで、上からね縦のスライダーみたいな感じだったんかな。めちゃめちゃ切れてました。でこれが見逃し三振で、嫌な流れですね。三振三振で7番の領事なんですが、ショートゴロと三者凡退に終わってしまいます。さあ4回裏、ほらこの辺からねユーリのだんだん膝ぐらいになってきてます。センターカメラがねちょっと角度が変わっちゃって、
これね、三遊間抜かれてレフト前ヒット。これね、ノーアウトでランナーが出てるんで、さっきの回三者凡退だったんで、この回めちゃめちゃ注意です。で、これ有利見たら分かるように、これね、打たれ、なんかめっちゃいい当たりされてるんですよ。ただ、これ無限がこのプレー、このプレーでかかった。無限がしっかりセンターフライに抑えます。ユイリはもうずっと拍手してますね。いやでもこのプレーはでかかったです。無限のこのプレーはね、でこれがなんか当たったんかな、なんかランナーに当たったのか、なんか当たってないかちょっと分かんないですけど、これがねワイルドピッチという形になってしまってランナー二塁に、でこれもねインコース強いとこ攻めてのフォアボール、全然内容のあるフォアボールですね。これもでこれ大和うまかった、サードゴロ、これ、ね、2回連続でね得点圏こうチャンスをチャンスを作られてねしまいます。でまあ力でのこのタイムの間は良かったですね。さあさあここからです。さあここをしっかり抑えたいところ、この見逃し三振、いやあのやっぱり間が良かったですね、タイムかけてね。さあ有利がね踏ん張ってるんで、これ5回表しっかりね本当に点取りたいところなんですよ。ただこれ見逃し三振で9番のシューター、これシューターね、これ多いですねこの打球。ただこれがエラーとなってシューターが出塁します。さあ相手のミスですね、ここをつけ込みたいところ、無限がきっちりフォアボールで出塁します。さあこの回ですね上位に回ってきました、得点圏にランナーを置いて、エラーフォアボールフォアボールでランナーを貯めてるんで、ここは絶対点取りたいところ。そして相手チームもここで間を取ります。でこの次のバッターが僕なんですけど、ここでね MM23 じゃなくてレガシーに変えてます。でこのアウトローの球なんですが、これね結構ええ形で捉えて超えるかなと思ったんですけど、ライトフライ、まあねただ犠牲フライに十分やったんで、やっとね待望の1点をここで取ることに成功します。で4番のうち追加点の欲しいところですが、これは打ち上げてしまってレフトフライトで5回裏です。さあセンターカメラがどん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 上行ってますね。これ一番の人ちゃうかったかな、これよう打つんですよ。でもこれねシングルでよう止めました。でまあノーアウトランナー一塁なんですけど、これもね無限がしっかり抑えてツーアウト、ワンアウトですね、ワンアウト一塁で、これが、三振となるんですけど、これね僕とゆうやがこうちょっとミスが出て両方取りに行かなくてですね、送球がそれた間に三塁に行っちゃいます。これはね僕らが話し合ってなかったから悪かったですね。まあ、ただねここ三振しっかり取ってもらったんで、3アウトということで、なんとかね無失点にしのいで6回に入っていきます。で力でからこの力根の打球がこれ軟式あるあるですね、外に出ていっちゃいます。ポテンヒットからのツーベースヒットね。でこれねマーベラスとしてはもう1点欲しいんですよ、本当にもう1点欲しい。
でこれがワイルドピッチでランナー三塁。でフォアボールね。さあここでね代打でリンリン出します。でその代打リンリンがデッドボールという形ですね。で、ノーアウト満塁で8番カズマサ、でこの送球がそれて、2点目入ります。でシュータです。いやこの2点目もでかかった。でシュータが三振ですね。さあ1番無限なんとかしてくれっていう感じですね。これがサードフライでツーアウト。やっぱりねこう一番無限としては優也につなげるためにねなんとかこうゴロをうまいこと転がしてほしかったところなんですけど難しかったね。で優也が三振と、なかなかこれ噛み合えへんところで6回裏1点は取れたもののまだまだ安心できる点差じゃないんで、で6回裏ねまずはピッチャーフライでワンアウト、先頭切れたは大きかったです。で三振と、でこれがポトリと落ちてレフト前ヒットという形になっちゃいます。でツーアウト一塁で、盗塁を決められます。ねもうツーアウトなんでねここしっかりバッターを抑えるだけというところでここで見事三振をねきっちり取ってくれます。これ大きいね三振取れるのここで。さあ7回表僕からですね。これねレガシーになった瞬間打つっていうね高めの球ですね。ずっと低め狙ってたんですけどちょっと荒れてきてたんで、高めの球ね、甘かったんでしっかり打たせてもらいました。でノーアウト一塁です。でこれもちょっとね甘く入ってきてるんですよ。でこれウッチーがねレフト前でつなぎます。このピッチャーの方もずっと低め丁寧についてきとったんですけど変化球もちょっとねこの回に来て高めに球が浮き出してるかなっていう感じですね。で1、2塁で力ね。でこれがエラーを誘います。でノーアウト満塁ということでここで大和、何かしら結果を残して欲しかったんですか。ファーストフライ、リリンリンです。でリンリンに僕ここでスクイズのサインを出してたんですよ。スクイズのサインを出してたのに僕これなかなか返ってこないでしょ。これね1点追加でいいんですけどスクイズのサインで走ってるのにいきなり打ち出してすぐ戻ったんですよ。で取ってるのを確認してリタッチしてからタッチアップをねやるっていう感じだったんでこれはね良くない、あんま良くないですね。サインはしっかり見とかないとね、やっぱこういうのが1点勝負争ったってね大変なことになるんで、まあね規定はねちょっとね最後の1点がなくて
さ前の回に遡る形になるんで、まあ、2-0 なんですけどね、でマーベラスの勝利という形になりました。ありがとうございました。